小春ちゃん、お先。白状者、小春さん、手伝うわ。主任、おった、主任のおかげであっという間でした。ありがとうございます。いいの。主任、お礼に美味しいカクテルをご馳走させてください。あ、その、この後予定があって。ただいま。おかえり、ちーちゃん。今日も一日お疲れ様。ご飯は？少しでいい。空は？一緒に食べよう。今日は僕が漬けた梅酒で作った梅スプレッドだよ。いや、私は、お酒は。ちーちゃん、召し上がれ。口いっぱいに咲き乱れてる。甘いけどすっきりしてる。レモンのおかげだね。もう一杯おかわり。かしこまりました。そういえばこんなのもあるよ。ミニおでんちょうだい。今日飲みに行こうって誘われちゃってさ。うん、超行きたかった。ちーちゃんお酒好きだもんね。でもダメなの、酔うと変になるもん。こんな姿誰にも見られたくないよ。ん？うんうん、隣。ふぅああ、真っ昼間からお酒飲んじゃった。最近、休日はいつも外出してたし、今日は一日家でゴロゴロしよう。じゃあそうする。ゴロゴロする、ゴロゴロ。ソラ、どこ行くの？え、家事の続きを。ゴロゴロしないの？じいちゃんはしてていいよ、僕は。ダメ、ソラもゴロゴロするの。あれ、今日雨だ。ああダメ、スマホダメ。でも洗濯。もうゴロゴロしよう。買い物も行かなきゃなんだけど。ダメ、ほら雨。はい、外行くのダメ。でも冷蔵庫空っぽだよ。我慢する。お酒もないよ。嘘。本当、料理に使う古い日本酒くらいしかないよ。ごめん、古い日本酒の匂い苦手だったよね。うん、でもなんとかなるかも。お願いします。みかんブリーゼでございます。召し上がれ。私服に次ぐ私服。これ本当に日本酒？大人のオレンジジュースだ。あ、これ美味しい。全然臭くない。よかった。雨止まないね。うん、でも私雨好き。こうやって空とゴロゴロできるし、それに、空に初めて会った時のこと思い出すから、キュンってする。